どうも今日はありがとうございます。今のその生の演劇の面白さ、やっぱり人間というのはゆとりがないと、でそのゆとりの部分というのが私たち演劇人が作っているものであって、こう生の演劇の面白さを感じる大分というところでその大会をやったということで、それが1回限りの花火ではなくて、その残像がずっと残っているようなイメージでしょうかね。私山形ですが、山形の人が今度大分に来ていろんな芝居を参加して作った、で今度はじゃあ山形でやってみようかって大分の人を引き連れて山形でやるような、そういう交流が始まっていくといいとこだなっていうふうに興奮してます。それで演劇も本当に盛んですし、あとその地方から発信してくれる、私も地方人でずっと頑張ってきましたので、もう大いに期待しています、自分自身が。それで自分自身がこう演劇をやって、演劇ほど面白いものはないですね、今まで63年生きてきて、それをまた再確認できる大会にしたいというふうに思っております。